さあ次やっていきたいと思います。何が出る？あ、何も出ないの？あ、ヨッシーじゃん。てかお前ヨッシー、お前だよ。お前さ、なんでさプリペイトカードさ僕から出番奪ったの？昔はさ1000円が確かマリオだったっけな、兄さんで、で2000円が僕だったんだよね。で3000円がピーチで5000円がクッパだったっけ。まあそんな感じで、まあマリオ、ピーチ、僕、クッパだったんだよ。なのにさ今さ1500円がさヨッシーで、確か3000円がマリオだったっけ。でピーチが何円か忘れて、でクッパが確か9000円だよね。なんでプリペイトカードで僕から出番奪ってんだよお前。恨むからなヨッシー。ほらざまみろヨッシー。待って、3枚目がない。あ、ヨッシーやっぱ必要。さあ次。おお、パックンフラワー多いな。いや、パックンフラワーはさ、クッパ軍の中では中級戦士だからさ、給料が相当いいんだよね。これ土管入れないよね。まあ、土管入ったら大抵洞窟に繋がるから、まあ、土管は嫌いなんだけど、僕は。うわ、また、うわ、寒い。寒いな。あ、スターコイン、ラッキー。これでまず100万ゲット。凍らせて、あ、これね、このパックンフラワーさ、保険入ってるかな、クッパ軍の保険。保険入ってたらね、あれ相当お金もらえるよ。実はね、これクッパ軍の裏側。あ、土管嫌だな。洞窟に、じゃなかったと、ああ、僕がいる、僕がいる。昔の僕がいる。こういうサービスしてくれるんだ。嬉しいね。もうここにないんだ、こうします。てかさ、なんでさ、僕のさ、主役のゲームはさ、タイムがさ、100秒しかないのにさ、兄さんのさ、主役のゲームは、タイムが500秒もあんの？おかしくない？でもあれか、兄さんの方は500秒あるからステージが長いのか。いや、ざまあ見ろだな、兄さん。僕の方が楽だわ、じゃあ。給料はね、僕とね、兄さん一緒なんで、まったく。え、これ誰立ててくれたの？あ、私です。あ、のこのこだったの。ありがとね。はい、これで300万。うん、いや、ご了承。噛まれて痛いけど、まあいいや。メタ発言すると痛くないし。はい、お城来ました。とか、暗。言ったじゃん。僕、暗いところ嫌いなんだよ。あ、キノコ食べます。嫌いなんだよね、暗いところ。やめてよ。レミ、覚えとけよ。いや、暗い、怖い。やめて、やめて。で、いやー、落ちる。やめて。ここなんかあるんじゃない？あ、ない、なんも。ないのかよ。いや、こう、暗い。何あれ、どうやって取んの？あれか、まずいどんぐり食べないといけないのか。嫌だなー。まあいいや、100万ぐらい僕からしたらね、大したお金じゃないんで。絶対ある、ここ。ほら。暗いな、やっぱり。暗いよ、ここ。怖いよ。さあ、レミ来るんじゃない？もう。いつもの？おう、これか。まあ。これ、体が熱くなっちゃうんだけどね。美味しい。さあ、レミ来た。勝負だ。うわ、爆弾使ってくんの？なんでワールド1からさ、爆弾なんか使ってくんだよ。お前やばいだろ普通に。ピーロだろお前って。あ、違うの？ピーロじゃなかったっけレミって。待って、これ最悪じゃない？炎って。これ爆発するんじゃない？うわ、やばい。よし、やっと倒せたよ。長かった。はい、じゃあ次砂漠。いやー、砂漠暑いわ、ほんと。暑いのにさ、砂漠って。なのにさ、このファイヤー状態ってほんと最悪。やめてほしい。うわ、ガボンじゃん、ガボン。嫌いなんだよね、これ僕。僕と同じ色してるから嫌い。はい、100万円ゲット。これなんか入ってる？入ってないんだ。うわ、あ、これね、美味しいのよ、相当。あー、美味しい。めっちゃ美味しい、これ。めっちゃ美味しい、これ。あ、痛い。めっちゃ痛い。飛び痛い。お前、痛いんだよ。うわ、なんで砂漠なのにさ、この熱いアイテムなの？うわ、熱い。かぁ、お腹が熱いよ。助けてぇ。300万は俺のものだ。よし。もうこうしよう、こうしよう。熱い。うわ、やばい。よし。うわ、土管っていうことは洞窟か。うわ、暗いなぁ。嫌だなぁ。っていうかさ、僕がさ、暗いところが苦手な理由はね、昔ね、子供の頃、小山のじいさんと旅行行ったんだよね。で、その旅行先がルイージマンションっていうホテルだったんだけど、小山のじいさんってさ、寝る前にブレーカーを落とすのがね、癖なんだよね。お化けが出やすいからっていうので。
僕は相当嫌だったんだけど、それまあもう小山のじいさんは言ってもさ聞かないからさ、ブレーカーは落とすわけでよ。夜中ね、あの小山のじいさんがトイレで起きるわけで、僕が一人になった時にテレサにね僕襲われたんだよね。もうそれが本当にトラウマでトラウマで、今ではね暗いところにいるのが本当苦手です。これ入れるんじゃない？よし、え、ゴール？あ、なんか上にあった、ラッキー300万ゲット。いやね、じいさんはね覚えてないかもしんないけど、僕は今でもトラウマなんですよ、あの出来事が。でまた地下で暗いな、嫌だな。まあでもね、砂漠にいるから今、デザート砂漠っていう、涼しいのはねちょっと嬉しいんだけど、それでも暗いのは嫌だな。お、みかんになった。いや、このねサンボってみかん状態の時食べれるんだよね。食べれるんだけど、まあ正直に言ってそんなにうまくない。でもね別に食べれないことはない。うん、正直あのささびになるどんぐりの方がまずい。まあでもねこれもねおすすめはしない。このみかんもこれね絶対潰されたくない、めっちゃ痛いから。あ、3枚目ある。いや、また暑いな。外に出るとね明るいんだけど暑いんだよね。近々ねあのマリルイが出ると思うんだけど、いやマリルイのね現場久しぶりに行ったけどね楽しかったわ、マジで本当に楽しかった。実はねあのマリルイの運営とはね昔僕揉めてて、あの1、2、3ですごいひどい扱いを受けたの僕で、そこであのマリルイの運営にもう方からは僕出ませんって言ったんだよね。そしたらさマリルイの運営がさ、いや方はルイージさんが主役なんですよって言われて、いやどうせそう言いながらいじめ受けるんだろうなみたいな思ってたんだよ。そしたらさ、まさか完全なる僕が主役のさマリオ&ルイージ RPG4 ドリームアドベンチャーっていう神作がね生まれたんだよね。いやそこからはもうマリルイの運営さんとはね仲良くねさせてもらってますよ。いや本当にありがたい、あの作品を出してくれたの。はい、ではまたカメックか、カメックが来るのか。お前給料いいからな。こうやってね魔法をかけとくだけでねカメックね月ね何百万もらってるんだろうね、いいよな。何度も言うけど君テレサより弱いからね。ということで今回はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さようなら。